この企画、意外にも初めて。料理企画と買う気を狙えるほどの余裕が出ないから、面白くなるの間違いないよね。茂木さんきちんとしたことを教えてるのにノイズが強いやと、予告編での富田が完璧すぎる。そういやひななり今まで料理会やってなかったな。4期の料理の実力はまだ世に出てないのか。3期は結構なお手前だったけど、料理は4期全員みたいな。4期生も料理中は友達っぽい受け答えになるのか。富田卵割るの上手すぎ。学生時代自分で弁当を作ってたんやね。先行見てきた。影ちゃんが在籍中に料理上手として何かの番組に呼ばれて料理を披露して絶賛されたことあったな。日本橋室町の大名軒本店や。大名軒のシェフって昔キョコロヒーの SP でキョンコにも料理教えてたよね。茂出来シェフ、メイメイの日向の自由時間ですっかりただのおじさんになってて、シェフも非公式おじさん。そういや東京パソコンクラブの茂出来シェフ、あれっきりだったな。道数宮寺楽しみです。サムネ加工しすぎじゃない？日焼け坂46のデミグラスひろしさんじゃん。チョコプラだね。酒のつまみばっかり作ってたけど基本簡単で美味しかった。ひななり予告で完全に卵が。料理が趣味の一つだった気がする。ミオは料理するんだっけか。スミ以外料理できなさそう。日焼け坂さんにはメイメイメイドが料理を習ってるからね。名前忘れた石田さんじゃない方の人いらなくね。富田くん回しでいけると思うけどね。オープニングから飛ばしてるな。相変わらず芸人さんが豪華。